落樹園は、静岡県三島市一番町19の3にある公園、動物園、三島市が運営する有料施設である。三島市街と落樹園の森古墳時代の居住地の跡は見られないが、墓地の形跡はあり、近くには2基の古墳が確認されている。現在の落樹園のある場所は古くは、小浜山と呼ばれ、愛禅院、浅間神社、広瀬神社の社寺域であった。 1890年、この場所に、小松宮昭人新郎の別邸が造営された。昭人の没後、1911年に、韓国王政史である李源の別邸となり、聖徳宮と呼ばれた。1927年、聖徳宮は、伊豆半島出身の資産家である、大秋系作りで売却された。1952年には敷地を、三島市が購入し、同年7月15日から、 三島市立の公園として一般公開された。1954年には、小浜池と周囲の自然林、植生を含む庭園が国の天然記念物及び名称に指定された。2012年9月24日、伊豆半島ジオパークのジオサイトとして指定された。落樹園の地形を作る三島溶岩流は、仮想部が約1万7千年前。 上層部が約1万500年前の富士山の噴火で流出したもの。この三島溶岩流は露頭している。この地形を生かした日本庭園とともに小規模の遊園地と動物園も併設されている。かつてはインドゾウやキリンなどの大型動物も飼育されていたこともあった。2011年6月26日には開園以来2000万人の入園者を記録した。 1890年に建てられた京都風の高床式スキア作りの建物。館内には多棄家庭など提出技芸員の6人を含む明治時代の画家の作品が展示されている。内部は一般公開されている。小浜池は落樹園の敷地内南側にある湧水によって形成された池である。三島大社の祭典中、大祭は沼津の千本浜で浜下りが行われ。 小祭りは、小浜で、浜下りが行われたことから、小浜池と呼ばれるようになったとも言われている。蓮沼川と原米川の起点となっている。池の水位は季節によって変化し、降水量の多い夏季に増加、冬季に減少する。かつては、三島湧水群を代表する水量を誇ったが、1962年頃から、湧水の枯渇が続いており、 工業用水の組み上げとの関係が指摘されている。1930年に中井武之信によって小浜池で三島バイカモが発見された。1950年代中頃には渇水や水質の悪化により一度は絶滅したと考えられたが、柿田川で再発見されて落樹園に移植された。三島市郷土資料館は三島市周辺地域の歴史、文化、 人々の暮らしを紹介する博物館である。入館料は無料。三島市郷土資料館の近くには1942年製造の C58K322 号機が生態保存されている。園内にある小動物園。来客と動物が直に触れ合う広場。ありがとうございます。